Hazard 6. The President spoke highly of you, Agent Kennedy. Likewise. He told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Harper. At the time of the attack, you had abandoned your post, leaving the President vulnerable. You must admit such behavior is suspicious. You son of a bitch! You're the one who planned all this! With what evidence could you base such an outrageous accusation? I am the National Security Advisor. It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! Elena! If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談乗っていきたいと思います。前回はね、せっかくね、いいご質問をいただいたんですが、あまりにもね、ちょっといただいた質問の情報量が少なくて、デートをコーディネートしてくれって言われたんですけど、なかなか難しかったっていうところでね、あんまりいい回答ができなくて申し訳なかったです。はい、すいませんでした。まあ、そんなね、こともありつつも、これに懲りずね、どんどんやっていきたいと思いますんで、お願いします。ということで、続いてじゃねえや。今日の最初の質問ですね。はい。わー。はい。大学時代にやっておいた方が良かったなという後悔はありますか？参考にしたいです。はい。ありがとうございます。まあ、今の学生としてっていうことと、まあ、当時とやっといた方がいいっていう意味だったら、もう後悔っていうのがまあ別物なので難しい話なんですけど、僕が大学生だったら、もうかれこれ10年前の話になりますんで、まあ、その10年前の情報でいいということであれば、大阪でできたらなと思うんですけど、10年前なんて、まあ、2012年から16年ね、I'm gonna go out on a limb and say yes. はい。で、まあそういう意味で、10年前でっていう意味でいくんだったら、大きく2つか。Not an easy question to answer. 砕けた。あ、しかも1個減ってるし、体力。えぐい。まあいいや。大きくはね、留学と、それからもう一つは YouTube ですね。うん。留学は行きたかったっすね。やっぱりね、一つは、海外旅行というか、まあ、海外旅行に限らずですけど、旅行がすごく好きなんですよね。で、まあ、当時は当然、そう、残念ながらお金は少なかったんですけど、まあ、取れないか、どうしようかな。まあ、いっか。こんなにアイテム持てるの少なかったっけ？ね。あはー、とっても素敵。Oh, that's charming. Should have said a prayer or two while we were still up in the cathedral. Why is it the dead can't ever stay dead? すごい留学が好き、留学が好きじゃねえ、旅行が好きなんですけど、なかなかね、まあお金がなかったのもあって、留学に行く、旅行に行く機会ってのは少なかったんですけど、まあ卒業旅行で、アメリカじゃないや、ヨーロッパの、バルセロナと、それからどこだったっけ、ミラノに行ったんですよ、イタリアのね、行って、すごく楽しかったなと思ったんですけど、まあ、いかんせんね、言葉が通じないですよね。言葉が通じなかったっていうのもあったんで、まあ、せめてね、もうちょっとね、言葉が通じてたら、すごく良かったかなと思うんですよね。だから、その時に、まあ、英語とかも未だに喋ることもできないんで、まあ、その英語がね、喋れたら、まあ、もうちょっとね、コミュニケーションも取れて、ことで楽しむことができたんじゃないかなと思うんですね。で、あとね、やっぱりね、喋れないことによって、何が問題かっていうと、騙されるんですよ。うん。だから、ロサンゼルスに一人で旅行に行った時もそうだったんですけど、やっぱりね、
なんか日本語を喋ってくる外国人とかがいると、なんか無駄に安心しちゃうんですよね。でも実はあいつらって騙す気満々で、実際騙されちゃったんですよね、僕も。うん。実際騙されちゃったりとかもしてたんで、だからそういう意味では、ちゃんとしっかりね、英語が喋れるようになっておいたこと、ちゃんとね、騙されずに交渉とかもできたんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、やっちまったなっていうふうに思うんですよね。だってやっぱいろいろと会話することによって、なんかいろいろとね、なんかおすすめの情報とかね、日本から来たんだとか言って、会話普通にして思い出いっぱい作ったりとかしてっていうので、もっともっと楽しい海外旅行にできたんじゃないかなとは思ったんですけどね、そこら辺が結構ね、ちょっとミスったなとは思いますね。ダイナマイト持ってるのを爆発させないと。爆発した。あれ？来ないね。っていうところかな。まあ一つはそれですよね。まあでもね、勉強とかはね、しようと思ったらできると思いますし、した方がいいっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱりでもね、留学っていうのを一つきっかけにして、このタイミングで旅行に行くっていうのが、留学に行くっていうことができてれば、なんかもっとね、できた、ことが多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。まあまあ、別に英語を喋れなくてもね、買い物をするとかね、食事する程度とかだったら、まあ、ないんですけど、まああと一つで、その騙されないっていうこともあったんですけど、言葉が使えないと、どこかに行きたいってなったら、なかなかうまい具合で、話をこうすることとかっていうのができないので、これは結構問題だったね。あ、もう一個はめる。はめはめする。あ、これで開くのか。それは通りで来ないわけだ。Thanks for the gift, Ada. これでじゃあゾンビがやってくると思いますんで、その間に、炎で食い止めましょう。あ、ちょ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 、なんでやめちゃう。ちゃくちゃ。これ全然あれだね、難しいな。止めて。あとね、その YouTube ってやっぱり今すごいじゃないですか。まあ、今というか、まあ今年以上にもっとすごい時期っていうのはあったと思うんですけど、そういうのを考えると、やっぱりね、今、もっと前から始めときたかったなっていうのはあって、で、今こうやってね、ゲーム実況やったりとか、なんかそういうのいろいろやったりとかしてますけど、ゲームだって、あれ？なんでいいの？ゲームだけじゃなくって、僕ね、その時は、ユニバー通ってたんですよね。まあ、暇があれば、まあ、ユニバーに通うみたいなことをやったりとかしてたんですけど、やっぱりね、もっとユニバー行って、その一日を、行って、あっち、もう何やってんの、ヘルナ。そう。ユニバー行って、こういう一日過ごしましたよ、みたいなのを、YouTube とか撮ったりして、だから今なんかその、テーマパーク行って、こんな一日過ごしました、みたいな動画って結構バズってるじゃないですか。まあ、バズるのもあれですけど、一回くらい行った、その思い出とかっていうのを結構ね、残しておきたいって思うタイプなんですよね。だからそれが、なんかもう一回行って終わっちゃった、みたいなのは、結構ね、損したな、っていう気持ちなんで、それは YouTube とかに残しといて、まあ、それがあわよくばね、なんか、どこ行くみたいな、そういう人の、ね、助けになってたら嬉しかったな、とかって思うんですけど、やっぱだから動画残すって、自分たちのその思い出につなげるっていうこともあるんですけど、一旦これ、捨てようか。思い出、じゃない、人の役に立たせるっていうことも、まあ大事だったりはするんですけど、まあそれ以外にもね、やっぱり、なんだろうな、自分たちの思い出として残すっていうような、そういう意味合いもあったりすると思いますんで、だからそういう意味では、まあ、もっと YouTube とかね、いろいろと、当時から活用いろいろしまくってた方が良かったかなっていうふうに思います。いろんな切り口で情報を発信することができたかなと思うんで、
そこはやっぱり、やってた方が良かったかなと思うんですけどね。It's not the water I'm worried about. あとはそうだなぁとやっておいた方が良かったと思うと、まあ YouTube に Just once I'd like to find a place flooded with warm water, you know? と思うところですけど、あとそうだな、やっておいた方がいいと思うことは、ああ、そうそう、あの、年齢関係なしに、マジでやっといた方がいいよって思うのは、あの、筋トレかな？まあ、当時ね、は学生コーチで、女子高生とバスケする機会とかが多かったんで、まあ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 、普通に、なんて言うんだろう。まあそこまでね、あの、バスケをするところで、まあ体力がまずいみたいなことはなかったんですけど、やっぱ社会人になってからね、運動する機会って、本当にね、恐ろしいくらいその意識してとか、そういうコミュニティに入ってとかじゃない限りは、恐ろしいくらい減るんですよ。そんな中で、やっぱりね、やるっていうのはかなりきついね。で、筋トレはマジでしといた方が良かったっていうのは、すっげえ思いますね。Take the high road. うん。それはすごい損した。うん。もっと早くに筋トレをやっとけば良かったっていうのはある。うん。おお、いたのかよ。全然気づかなかったです。ここでお亡くなりになったらまずいよね。こんな中でようすごいな。うわぁ、言うてるけど。びっくりした。うん。だから今29歳になった今、27の時に本格的にジムを通い始めて、筋トレ始めて、で、ね、まあ、今、いつだったっけな、20年の年末にはもう筋トレやめてじゃない、ジム通うのやめて、まあ、家でね、コツコツやって、まあ、ようやくね、お腹がちょっと割れてきてるかな、くらいな感じなんですけど、これ万が一、でもね、大学生のうちからやっといたら、今、他にもその体つきっていうのは変わってきてたし、もっとね、健康的な生活を送ることができたし、あの体力とかもね、十分あったと思うんですよね。だからそこが結構重要じゃないかなと思うんですね。そういうのは、学生のうちからあの体は作っといた方がいいと思いますよ、マジで。うん。あのね、体がやっぱり、鍛えられておくと、その、健康の意味だけじゃなくて、メンタル面もだいぶ変わってくると思うんですよね。うん。Helena, are you okay? メンタルがね、やっぱりね、体がちゃんとその作られてるかどうかっていうのが大きく変わってくるのは、個人的なその経験からは、まあ、すっごい思うところではあるかなと思いますね。そこはすごい、大きいかな。だから、なんだろう、体がしょぼい人でさ、なんか自信がない、あ、体がすごい人で、Leon, I can't get through. Can you open it from your side? OK. Hold on, let me check. だけどちょっとその前に、体がごつい人でさ、なんかおどおどしてる人って多分いないと思うんですよね。逆に、なんか体がしょぼくて自信満々な人って多分中身ないなっていう人が多かったりとかすると思うんで。Can you get through now? そこはすげえ大事になってくるかなと思いますね。入ってきてる？入ってない。あいつ、生きてないか。生きてんじゃないか。動くんじゃないか。体動かす機会がなくならないうちに大学生のうちからやっといた方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ体を長く若く保つっていうのはすごい大事ですし。No way we're getting to that. Maybe there's a way to stop it. まあそんなところじゃないかな。あいつをね動かさなきゃいけないっていうところなのかな。まあだいぶね違ってるんですけどね。まあ。ただまあまあなんだろうな、ありがたいことに、
学生の時にね、まあさっき言ったようにコーチやってたおかげで、体を動かす機会は結構わりかし多めにあったんで、うん、そういう意味では割と彼女たちには感謝、うん、そのおかげでね、突然体が動かなくなるみたいなことだな。おー、なんかめっちゃ来てる。あー、ブラッドショットがした。これこそさ、はい、ってこっち来たらドカンってやっちゃおうよ。なんか一匹めちゃくちゃ速いのいるけどさ、わー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 、届くこいつら、うっとこうっとこ、はよ来い、はよ来い、はよ来い。まあ、だから、結論もう一回言うと、留学、筋トレ、あいって、留学筋トレ、YouTube。ここのあたりかな。うん。こいつらを始末した。こいつら始末したら次の質問行きたいと思いますね。うん。いやいって、マジか。あ、それは気づかんかった。あら、まあ、やっちまったな。まあ、ちょうどいいや。やっちまったな。うん。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ次、このシーンでね、次読んでいきたいと思います。はい。人生をやり直せるとしたら今の奥さんともう一回結婚したいと思いますか？難しいこと聞いてくるな。これ人生やり直すんですよね。やり直すっていうことを前提に話を進めていいでいいです？で、それでいいです？それでいいだったら、これ、嫁さん見てたら怒るだろうな。嫁さん見てたら怒るかもしれないですけど、ごめんなさい。それがないかな。もう一回嫁さんとってのはないと思いますね。理由としては、違う人生を歩むっていうことなんで、そもそも、今の人生と違うね、過ごし方を僕はすると思いますんで、そう考えたら、そもそも奥さんと出会わないっす。うん。っていうのが大きい。うん。なんでかっていうと、僕ね、人生やり直すとしたら、このどっちかやりたいっていうのを、心に決めてるのがあって、一つは声優。で、一つは、バスケットボール選手。なんですよね。っていうことを考えたら、で、普通に嫁さんと出会ったのが大学なんで、大学でそもそもね、奥さんと出会うっていう機会がなくなっちゃうんで、それを考えると、まあ、残念ながら、嫁さんと結婚するっていうことも、まずありえなくなっちゃう。っていうところだと思います。あいつ勝手な。なんかすごいプル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 してるんだろうな。まあいいや、じゃあ無視しちゃおう。あれ？プランク取ったよね。あれ？プランクはめる、ああ、はめれたはめれた。ゾンビ来てるじゃない？この間に。だよね。ちょっと待ってね。こいつを始末しちゃおう。で、奥さんとね、まあ、付き合うことはないですよね。まあまあ、だって人生やり直せるっていうなら、なんだろう、そもそもブルーフォースという人間の人生全体をやり直すっていう話になると思いますんで、そう考えると、まあ、さっき言ったように、今はね、普通に会社員やりながら、その趣味でね、YouTube やったりとか、あれね、筋トレやったりとか、読書やったりとかっていうのを勤しんでますけど、あ、あれ？あ、武器が違った。
ス死んだりとかっていうのやってますけど、まあ今言ったようにね、もし人生やり直すんだとしたら、バスケット選手になりたいんですよね。まあバスケット選手、ゆくゆくはバスケットコーチやりたいなと思うんですけど、で声優ならね、専門学校に通わなくちゃいけないし、まあバスケットボールだったとしても、まあ僕が通ってた大学って大してバスケット強いところじゃないんで、まあ、もうちょっとバスケット強いね、関東の強豪校に行ってみたりとかっていうことになるから、そう考えたら、まあ彼女とそもそも出会うことがないっていうことなんで、結婚できなくないってなっちゃうんですよね。だから当然こういう、ね、今の記憶がない状態でになっちゃうんで、もしね、その今の記憶が残るとか残らないとかそういうの関係なしに、まあ今ので奥さんと出会うっていうことはまずないんじゃないかなっていうところから、まあ、結婚は自然的にないっていうところに出てきて、おーおーいや、行き着くんで、まあ今の奥さんとは結婚しないっていうオチになるかなと思います。はい、ね、怒られるけどね、こんなこと言ってたらね、うん、まあ奥さんに私もよって言われたら、まあそれはそれでいいんですけどね。まあ、いや、奥さんめっちゃ愛してますよ。奥さんめっちゃ愛してるけど、違う人生ってなったら、そもそも出会えないから、奥さんとも結婚しないっていうだけの話ですよ。でも、もし万が一、もう一回同じ人生と、人生やり直すけど、もう一回同じ人生だぜって言われたら、それ、今の奥さんですよ。愛してる。結婚してるんだし。それは紛れもない人生ですよ。なんなら、同じ子供に出会いたいしね。うん、子供、めっちゃ可愛いんだもん、ほんと。もうバカみたいにね、もうほんと。毎日毎日ポヨポヨしてる。もう間もなく1歳になっちゃうけどね、うん、まあまあなんか先輩にね、成長してコミュニケーションが取れるようになったらそれはそれでまた楽しいよっていう風に言われたんでね、それもそれで楽しみなんですけど、今のコミュニケーションは取れないけど、なんかニヤ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 ニコ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 してくれてるっていうのも楽しかったりしますけどね。はい、でなんで先進まないんだって話なんですけど、ちょうどねここでね一旦ねいい区切りっていう感じになってくるんでなってくるんで、ここでね、本パートは20分過ぎたしね、終了したいと思います。ゾンビどんどん出てくるけどね、一旦ね、ここで、だから、電源切ってね、ゲーム中断してね、終わりたいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。奥さんのことはちゃんと愛してますよ。愛してるけど違う人生だったら、出会えないから、結婚しないってだけの話なんでね、はい。言い訳じゃないですよ。事実ですよ。ということで、本日は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありっちー！ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。